リビングストン・デイジーの和名を掲げるものもあるが、現在は全く使われていない。葉型肉質で、花が菊に似ているため、サボテン菊、どうかの松葉菊に似ていて、葉がヘラ状のため、ヘラ松葉菊とも言う。学名の種名は、ヒナギク属のような形のの意味であるが、菊科とは禁煙ではない。保食しながら生育していく小型の植物で、草丈は10センチメートルほどである。 ハワヘラ型の多肉質で、長さ5センチメートル、幅2センチメートルくらいになる。花は早春に開き、直径3から5センチメートルで、日が当たっている時だけ開花し、日陰、鈍天、夜間には閉じるという性質を持つ。赤、カバイロ、黄色、四項色、ピンクなどの荷色があるが、多数の花びらのように見えるものは、ウな辺が変化したもので、荷色に関わらず気分は白く、 金属様の光沢がある。伊豆半島の海岸線など、ほとんど霜の降りない地方では、路地で栽培できるが、東京付近では、霜よけが必要である。種まきは秋である。発芽適温が低いので、東京付近でも10月10日過ぎに巻くのが良い。種はかなり細かいので、朝鉢に巻き、複度はせず、鉢の下に受け皿を当てがって、腰水で吸水させる方が良い。 鉢植えにして、日当たりの良い窓辺やベランダなどで干渉する。強い霜が降りない地方なら、花壇に植えることもできる。ありがとうございます。